お待たせいたしました。市民球場です。福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は左の大竹、対するカープの先発は右の薮田、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左の大竹、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは宇草。背番号38、はい、第1球投げました。初球空振り。第2球ボール。第3球を投げました。見送ってボール。次は4球目投げました。ボール、低め。第5球投げました。打ちました。三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、上本。センターフィールダー上本、背番号0。第9ボール。投げた。内角高め、見送ってストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。打ちました。ライトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、西川。レッドフィールダー西川、背番号63。第9打ちました。大竹ボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。大竹、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。ホークス先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で笹川。第9投げた。初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。佐藤三塁回った。ホークス早くも先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは DH のガルビス。フレディ・ガルビス。背番号3。第9投げた。打ちました。初球打ち、破ってった、レフトバックホーム。ガルビス、いいバッティ。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは林。第9投げました。インコース、ボール。第2球投げました。空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。真ん中ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。投げました、ボール。第6球を投げた、外れた、ボール。投球これから7球目ストレート、外れた、フォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。背番号2。第9スライダー、ボール。さあ、次の投球、インロー際どい球、ボール。投げた、決まった、ストライク。さあ、4球目直球見送ってストライク。追い込んでから第5球チェンジアップはボール、アウトコース低め。第6球を投げた、これもフォアボール。際どいところでしたがフォアボールです。バッターは指名打者聖金。ホークス一打同点のピンチを迎えています。第9初球を打ちました。ボテボテの当たりはファーストゴロ、一塁アウト。ホークスなおもピンチが続きます。バッターは7番、2打差はホークス一打逆転のピンチを迎えています。第9低め、外れてボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、高めの球、空振り。第4球を投げました、スローカーブ、空振り。第5球投げました、打った、ファールボール。第6球は打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる。ホークス追いつかれました、1対1。負け越しのピンチで迎えるバッターは中村。
第1球打ちました。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。投げました。アウトコース高め、ストライク。追い込んで第5球インハイ際どい球、ボール。第6球を投げた。打った。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。2回の表が終わって1対1ホークス。この回1点奪われ同点とされています。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは中上。第1球投げた、決まってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、インコース。中上ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球初球送りバント、サードから一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。ホークス同点のピンチを迎えます。投げた、決まった、ストライク。1球目空振りからアウトロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。第4球を投げました、インコース低め、ストレートは外れてボール。第5球投げました、空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げました、打った、二塁ランナー三塁へ、ファール。第7球を投げました、打ちました。投げました、あっと引っ掛けた、小林掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。投げた、チェンジアップはボール。第3球を投げた、外角高め、スローカーブ外れてボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、ホークス追いつかれました。2対2、西川タイムリーツーベースヒット、ホークスなおもピンチが続きます。さあ2アウトランナー2塁という場面で林、第1打席はフォアボール。ボール。第2球投げた、打ちました、引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました。取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3回の表が終わって2対2大竹、この回さらに1点を失いました。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で笹川、打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ、レフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球を完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは田中、最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、打った、これはいい、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは DH の末金、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。初球を打った、ファインプレー、一塁へ送る、中谷華麗にさばいてワンアウト、先ほどのプレーです。バッターは7番韮澤、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ボール。
第2球投げました。スライダーボール。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。第4球を投げました。低めいっぱいストライク。第5球投げた。打った。鈍いゴロ。河原田ボールを掴んだ。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番中村。第1打席はショートフライに倒れています。投げた。低め。直球は外れてボール。第2球投げた。空振り。タイミング合いません。投球はこれから3球目。打ちました。第4球を投げた。打ちました。左中間のフライ、レフト前に出る。これはヒットになります。中村、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは9番中上。これが2度目のバッターボックス。第1球投げた。ボール。まずはインコース低め。第2球ランナースタートを切った。ストライクになった。これは楽々セーフ、盗塁を許します。投げました。変化球ストライク、アウトコースへ。タイミング合いません。投げました。外ボール。第5球投げました。打ちました。ファール。第6球を投げました。打った。サード、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。4回の表が終わって4対3、大竹この回さらに1点を失いました。カープ、この回1番からの高打順になります。左バッターボックスはトップバッターのうぐさ。投げました。外れた。ボール。第2球見送ってボール。第3球を投げた。空振り。第4球を投げた。チェンジアップ空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。打った。小林取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上本。今日はライトフライとサードゴロ。投げた。ストレートはボール。第2球打ちました。いい当たり、右中間へ上がった。ワンバウンドヒットになる。センターからセカンドへ。上本ツーベース。ホークス同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。大竹降板、右の泉今日2人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。ストレート空振り。第5球投げました。ボール。次は6球目。投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。ライト前に出る。ランナー二塁に戻ります。取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球1球目ストレート空振り。いきなり150キロ。初球空振りから打った。ヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ホークス追いつかれました。4対4。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。左バッターボックスには田中。第1球投げた。初球空振り。いきなり152キロ。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。ボール。第5球投げました。高速シンカーはボール。さあ、6球目ランナースタート。三振。5回の表が終わって4対4。ホークスこの回1点奪われ同点とされています。ホークスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは笹川。
今日3打点を挙げています。アウトコース高めストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、見送ってボール。投げました、打った、強い当たり、入れば勝ち越した、入ったソロホームラン。笹川これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。ホークスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で笹川、あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン。笹川なんとこれで3打席連続ホームラン、初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは DH の聖金。初球引っ張った、レフト線に飛んでいますがファール。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました、1球外してボール。第4球を投げました、カットボールはボール。第5球投げた、空振り三振。最後は151キロストレート。バッターは7番韮澤。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、流し打ち、これは左に切れていきます。投球は3球目、投げた、打ったに当たりだ、抜けた。韮澤ナイスバッティングです。バッターは8番中村。第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。1球目空振りから、このボールも空振り、追い込んでから第3球をボール。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、見送ってボール。投げました、打ちました、1・2塁間へ。中谷軽快にさばいてツーアウト。代打は松髄。第9ストレートはボール、まずは低め。第2球投げました、縦のスライダー、ボール。第3球はボール。投球これから4球目、まっすぐ空振り。次は5球目、低めのボール引っ掛けた、ショートの頭上取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁ランナー韮澤残塁に終わりました。6回の表が終わって13対4です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターはうぐさ。第9投げました、初球から打ってった、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには上本、今日はここまで3打数1安打。ボール。第2球投げた、内角高め、ボール。第3球を投げた、打ちました、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、外の球、空振り。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、打球はセカンドの左。上本いいバッティングを見せました。左バッターボックスは3番西川。第9投げた、外れた、ボール。投げました、打った、当たり損ねのファーストゴロ、二塁フォースアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。サード林。第9投げました、見送ってボール。投げました、インコース高め、空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、外角高め、際どい球、ボール。
投球これから5球目ボール。さあ6球目ランナースタートを切った。低めボール球打った。破った。中継林ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球低め外れてボール。投球これから2球目ストライク。第3球を投げました。ボール。さあ4球目インロー空振り。第5球投げた。ボール。外角低め。第6球をランナー一斉にスタート。三振。7回の表が終わって13対4、ホークス9点リードは変わりません。ホークスリードで迎える7回です。ワンアウトランナー一塁という場面で笹川、今日6打点を挙げています。第2球投げた。打った。これは強烈。さらに伸びていく。センター見上げた。ホームラン。ツーランホームラン。4打席連発。ストレートを狙い打ち。素晴らしい一発をベンチも祝福。8回の表これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者末金。投げた。外れた。ボール。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げた。打ちました。三遊間へのゴロ。高田ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。ボール。まずは内角高め。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げました。打ちました。サード右横のゴロ。一塁へ送る。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは8番中村。第1球初球空振り。投球これから2球目ボール。第3球見送ってボール。第4球を投げました。ストレートはボール。第5球投げました。外れました。フォアボールです。バッターは9番正髄。第1球マシンで捉えた。抜けた。正髄いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球投げた。変化球はアウトローへ。ボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。レフトセンター見送った。ホームラン。スリーランホームラン。8球は無情にもスタンドへ。ストライクを取りに行ったところを狙われました。さあチームメイトからも祝福を受けます。バッターは2番上本。これが5度目のバッターボックス。第1球投げた。初球空振り。投球これから2球目。これも空振り。投球はこれから3球目。ボール。アウトコースへ。次は4球目投げた。外れた。ボール。第5球投げました。内角サークルチェンジ外れてボール。第6球を投げました。打ちました。いい当たり。河原田掴んだ。ショートから1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって15対7、カープこの回3点を返しました。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは西川。第1球投げました。初球スライダー空振り。第2球投げました。ツーシーマーストライク。これで追い込みました。第3球スライダーボール。内角低め。さあ4球目ボール。次は5球目高めボール球打った。センターへの打球。センター前に出る。ヒット。西川ナイスバッティングです。左バッターボックスは4番林。今日はここまで3打数2安打。投げました。1球目ストレート空振り。初球空振りから第2球ストレートはボール。外角へ。第3球はサークルチェンジ決まってストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。ボール。アウトローへ。
第5球投げた、空振り三振。バッターは5番田中。ここまで2打席連続三振。第1球見送ってボール。第2球西川スタート、打ちました、ヒットエンドラン。高田軽快な守備を見せました。あと1人。第1球初球空振り。1球目空振りから第2球打ちました、ファールボール。追い込んで投げた、ボール。次が4球目投げた、打ちに切れ込むスライダー、空振り三振。バットが空を切りました。ホークス見事勝利を収めました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手泉、負け投手薮田。さて本日のヒーローは笹川。本当に今日は大活躍でした。